こんにちは。フットサル F リーグバルドラール浦安に所属してます稲葉幸太郎です。主に攻撃を担当しています。今日は試合の前に食べれそうな海鮮イタリアンうどんを作っていきます。フットサル選手に必要な瞬発力や集中力を高めるため、低脂肪高タンパク質の食材をメインに使います。エビとアサリを使ったうどんを作っていきたいと思います。それでは稲葉選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まずアサリを加熱をしていきたいと思います。お酒になります。はい、では、火をつけたら蓋を閉めます。今はアサリの口が閉じている状態なんですが、しっかり加熱をするとアサリの口が開きますので、はい、そこまで加熱をしていきたいと思います。はい、少しぐつぐつ、開いてきましたね。いいと思います。こんな風に全体の口が開いたらバッチリです。はい、はい、では蓋を閉めていただいて、続いてうどんのソースを作っていきたいと思います。はい、では今ですね、こちらのお鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて加熱をしていきます。徐々にいい香りがしてきますので、そこまで加熱をしていきますね。食生活で気をつけていることがあれば教えてください。はい、食生活、はい、試合前とかですか？そうですね、試合前 は、そう、今日もあれなんですけど、はい、試合前はうどんかパスタを大体食べるようにしていて、はい、まあ、炭水化物とか、はい、で終わった後にタンパク質でお肉とか、はい、おかず系を取ってっていうような流れにいつもしてます。じゃあやっぱりこの試合前試合後っていう形で、はい、食事の内容だったり栄養を考えて少し変えてらっしゃるんですね。試合前はエネルギー源になる糖質が必要だと思うので、はい、まあ、今日作るうどんも特にあの朝ごはんなんかに食べてもらえると腹持ちもすごくいいので、はい、はい、おすすめです。ニンニク好きなんですよ。あ、そうですか。普段から召し上がりますか？はい、結構食べます。疲労回復効果もあると言われているので、はい、スポーツ選手にはすごいおすすめですね。では、こういった形でいい香りがしてきたので、次に、具材を炒めていきたいと思います。はい、まずは今日こちらのメイン食材のエビです。はい、低脂肪で高タンパク質な食材になります。はい、全体に並べるように、そうですね、片面ずつまずは赤色がつくまで焼いていきます。はい、いいと思います。こういった形で両面が赤色に変わりましたら、今度はこちら玉ねぎになります。小松菜です。カルシウムたっぷりのお野菜になります。次に加えていくのがこちらになります。カットトマト缶、あとはこちらコンソメです。とお砂糖とお水を加えていきましょう。全体が合わさりましたので、ひと煮立ちするまでこのまま待ちたいと思います。いい形に煮立ってきましたので、はい、ここに、うどんを投入します。はい、事前に軽く茹でたうどんになりますね。トマトの出汁がうどんを浸すような形で全体を、ではここに一緒に先ほどのアサリです。アサリの酒蒸しも、いい出汁が出てるので汁ごと一緒に加えてしまいましょう。全体が均一になりましたら、ここから10分間煮込んで味をさらに染み込ませていきたいと思います。はい、普段はどんなうどんを作られるんですか？普段はもう、はい、ほんと普通の酢うどん、何もネギだけ切って、はいはい、ネギ入れて冷たいうどんを、はい、って食べていくか、パスタだったらあのテテロンチーノっぽいのなんかある具材で、そうです、具材なんかあるので作ってです。自炊する習慣があるんですか？そう、なんか好きなんですよ。あ、お料理がお好きで、うん、そうなんですね。ちょいちょいやるんですけど、はい、うどんでペペロンチーノっぽいの作ったりもしたことあって、はい、あ、アレンジされてすごいですね。では10分間経ったので、これから盛り付けをしていきたいと思います。はい、こちらのチーズでもカルシウムをたっぷり補給していきます。お鍋に残ったトマトのスープですねを真ん中からかけてあげてください。最後に緑を入れていきます。これで海鮮イタリアンうどんの完成です。